はい、皆さんこんにちは、ぶどうちゃんです。月間アクセス140万 PV 見てくれてる人24万人の姫路エリアでは最大級のメディア姫路の種を運営しております。本日は、戸堀にやってきております。はい、ご覧ください。こちらが戸堀駅ですね。その向こうにこちらは、増井山とか、正面滝とかあります。そして美味しいうどん屋さん浜崎さん、その向こうには、カラカラ鍋さんの本店なんかもあります。そしてこちらには、312号線があります。先日のビアガーデンの動画の時に、隣の席に座っていた社長さんからご依頼いただきました。どうしても調べてきてほしいことがあるということでお願いされました。まずはその時の模様をご覧ください。どうぞ。あの戸堀の312号線の、はい、ザ・メシアの、あれ何ができるんですか、ね、今閉店しちゃってますよね。そうなんですよ。あれ、前からなんか、まあ、閉めた、コロナで閉めたんですけど、あとなんかできてるんですよ。なんかやってるんですよ。なんか 前を通られた時に何か動きがあったんですか。あるんですよ。毎日ね、業者が来てね、椅子測ったり何してるんですよ。それ何か分からないんですか。分からない。めっちゃ気になったの。その斜め向かいでやってます。あ、セキュリティ会社をされてる。いや、そしたらもう調べに行ってください。いや、それはぶどうちゃんが行く。すいません、後ろの方後ろの方でもぶどうちゃんにお願いします。ぜひ行ってください。それちょっと言ってくださいよ。無理です、無理です。お願いします。ぜひとも。わかりました。じゃあそれとね、もうちょっと北行ったところに、バッティングセンターがあるんですけど。あります、あります。それのところにね、クリーニング屋があったんです。サーティワンがあったんです。昔サーティワンがあって、その後クリーニング屋で閉店してしまってるところですよね。そこもね、なんかしてるんですよね。なんか工事やってるんですか。工事やってるんですよ。あ、そうなんですか。それも調べてほしいです。ご自身はどこにおられるんですか。その前です。いや、そう、調べに行ってくださいよ。ぶどうちゃんがもうやっていってください。いやいや、それ調べてください。それももうお願いします。ぜひともお願いします。ということでやってきました。はい、はい、バッティングセンターの前までやってきました。サーティワン、そしてクリーニング屋さんがあって閉店したお店が、その後どうなるか調べてほしいということでやってきました。ちょっとね、見てみたいと思います。こちらですね。あ、なんか以前前通った時よりもなんか綺麗くなってますね。はい、場所はおっしゃってました、戸堀です。隣にバッティングセンター、そして洋服の青山さん、そして向こうには後でちょっと覗いてみたいと思います。ザ・メシアさんがあります。はい、洋服の春山さんとかね、新しいエコリングさんなんかもここにオープンしてます。312号線沿いです。はい、こちらですね、確かに綺麗になって、中ガラスも張り替えられてる感じがしますね。ただちょっと工事の看板とかないし、工事の方もおられないんで、何ができるんでしょうか。ちょっと向こうに渡ってみたいと思います。やってきましたけども、あ、すごい綺麗くなってるんですけども、工事名とかないですね。あ、看板は、5分の1ほどクリーニング屋さんの英国屋さんだったんですかね。英国屋の A という文字が出てますけど、一体何ができるんでしょう。近所の人に聞いてみましょうかね。あ、ちょっと近所のお父さんがあるんで聞いてみたいと思います。あ、すいません、なんかそこのクリーニング屋さんの後に何かできるって、あの、聞いて、何かできるんでしょうか。あ、そうなんですか。その後はね、うん、まだ今のところ。あ、そうなんですか、うん、これは隣。あ、ここですか。あ、隣、まあ、工事しやろ。はい、あのクリーニング屋さんの後ではなくて、うん、その隣ですか、うん、あそこ今基礎しやろ。はい、基礎の隣を。あ、はいはいはい。あそこへなんか、はい、今あの近所のね、お父さんに聞いたところですね、貨幣ができるという噂は聞いてるということなんですけど、なんとここのサーティワンさんがあって、クリーニング屋さんがあった場所ではなく、その向こう、今ビニールのシートがある向こう側なんだそうですよ。ここに今この基礎を作ってる、ここにあのカフェができるんじゃないかという噂が出てるということです。ちょっと実際のところはね、まだわかんないんですけども、
そしてここの、サーティワンさんがあってクリーニング屋さんがあったところは、あのお父さんが言うには、フェスタさんの持ち物なんかな、フェスタさんと同じ不動産屋さんなのかちょっと分かんないんですけども、の持ち物らしくって、まだここで何かを、始めるのか転売するのか分からないというようなことを聞いたと。まあ、これも公式の情報ではないので、あくまでも近所の噂ということです。あの情報をいただいた、セキュリティの社長さんのお店はここにあるので、ちょっとね社長さんに聞いてみましょうか。社長さんおられるのかな、行って聞いてみたいと思います。どうもどうも。え、違います？そうです。あら、あれ、牛尾さんおられないですか？はい、もうすぐ社長帰ってくるんですけど。何時ぐらいですか？あ、ありがとうございます。お、はい、飾ってくれてるじゃないですか。めちゃくちゃいいとこ置いてくれてるじゃないですか。あ、嬉しいな。うわ、すごい、これこの置いてくれてるやつめちゃくちゃ豪華じゃないですか。みんな来られたらこれをまず、はい、説明するんです。説明長くならないですか？いや、全然。あ、助かります、うん、社長のお友達、不動ちゃんのブログも大好きです。本当ですか？もう毎日見てます。もう朝と夜に見てます。はい、見てくださってるんですね。そうです、ありがとうございます。もう社長にはもう大ファンです。いつもね、社長にもお世話になっとるんですわ。あ、本当にもうその帽子であれって思って。いや、これ出てくださいよ。 YouTube いいですか？いやいや、私はダメ。いやいや、出てくださいよ。いや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 、社長がいるときに来てください、うん、いや、社長に依頼をいただいて、はい、あそこね、今、はい、あの工事、はい、クリーニング屋の跡が何になるのかということと、ここの、うん、ザ・メシアさんの跡は何になるのか調べてきてほしいって言って来たんですよ。あ、ここの社長が？そうですよ。また帰り覗くんで、社長さんおったら聞きます、はい、ありがとうございます。ありまして、文楽さんとかがあるこの前ですね、ザ・メシアさんが先月閉店されたんですよね。そしてこの後に、その牛尾社長が言うには、業者さんがこう来てると。で、何か次の店舗何か決まったんじゃないかということで、ちょっと調べてほしいということだったので、やってきました。そうですね、業者の人なんかも今日は来てませんし、ちょっと向こうに渡って見てみたいと思います、はい、こちら側にやってきました。はい、ここからはね入れないようになってます。はい、車も入ってませんし、ここの入り口のゲートは開いてますね。工事の車なども見当たりませんし。じゃあ、メシアさん、イメージのための記事でも書かせてもらいました。閉店のお知らせですね。6月1日をもちまして閉店という紙が今も貼られています。あ、机とかもね、おそらくそのままで綺麗ですね。はい、ちょっとね、業者の方とかおられたら聞いてみようと思ったんですけどもね、あ、ちょっとわかんないですね。セコムの方来られたんで聞いてみましょうか。株式会社一見コーポレーションさん、すいません、ちょっとこの次何かできるのかなと思いまして、今電話して聞いてみたところ、分かりました？あ、行ってきましたよ。はい、分かりました？いや、何も分からなかったです。不動産屋さんかな、看板があって、あの、この物件のお問い合わせはこちらになってたんで、おそらくまだ決まってないんだと思います。そうなんですよ。社長に電話したら今日は岡山から帰られないって。ほんまですか？いや、ごめんなさい、ごめんなさい、急に来たんで、はい、すいません、すいません、今日はちょっと岡山、いえいえいえ、ごめんなさい、はい、あのアポ取ってないんで、あの、はい、そら最もです、すいません。はい、ということで、牛尾さん、わかりましたか？通りのバッティングセンター横のクリーニング屋さんの後は何ができるのかっていうことなんですけども、クリーニング屋の後はまだ何ができるかはわからないそうなんですけども、その隣の、工事をしているところはカフェができるんじゃないかという近所の方の噂ですけども、実際のところ公式発表などはないので、今のところ不明です。はい、もう一つね、このザ・メシアさん跡ですけども、物件案内の看板は立ってたんですけども、次のお店何ができるか何もまだ決まってない。牛尾さん、
ご依頼ありがとうございました。姫路の種は皆さんの情報をもとに成り立っております。ぶどうチャンネルのコメント欄か姫路の種の公式サイトへメッセージください。はい、ということでまた少し姫路の未来でお会いしましょう。さよなら。スーパーですか？あ、ハローズですか？え、そんな噂出てるんですか？文楽さんか？文楽の裏よ。あ、そうなんですか？そう、あの文楽さんの裏にさら地があって、そこにね、ハローズが来るんじゃないかっていう噂を聞いたんですけど、そういうの聞いてますかね？何年も前からそれを言われてるけど。あ、ハローズさん？ハローズ。近所の方に別の、情報をいただいて、その情報があるんだけど本当なのかどうか、それをまず調べてほしいということだったのでやってきました。